リトルアンバサダーとして活動する日本人の少女と交流するシアム代表、オパレスチナ常駐代表皇帝、ワリードアリシアムはパレスチナ国の外交官、大使級。2003年6月より中日パレスチナ常駐総代表部代表を務めている。レバノンのベールート生まれ。1996年にパレスチナ国際協力計画省日本アジア局長を 拝命したのを皮切りに、日本とパレスチナの二国間関係に携わる外交職を歴任している。シアムが日本との関わりのある役職に、初めて就任した前年にあたる1995年、資金難によりパレスチナ総代表部が閉鎖されていたが、2003年6月に、中日パレスチナ上中総代表部として再開され、シアムが代表に就任した。 新任状を法定していないので正式な特命全権大使ではないが現職のアーラブ諸国の中日外交施設団長たちの中では最も駐在期間が長いため遅くとも2011年12月の時点で在京アラブ外交団の団長を務めている2004年11月11日パレスチナ自治政府のヤーセルアラファート大統領が逝去翌12日 日本共産党の不破鉄道議長が中日パレスチナ上中総代表部を聴問し、シアム代表に弔意を伝えるとともに、哀悼の言葉を記帳して、パレスチナ国家の樹立、中東の安定した平和というアラファート大統領の意思の実現を願った。2015年1月20日、すでに前年の時点で発生していたアイスセルによる日本人拘束事件が、湯川春菜と、 後藤健事が拘束されている状態を撮影した動画が世界中に公開されて犯行声明が出されたことにより周知の事実となった。同月27日、この拘束事件を受けてシアム代表が日本記者クラブの緊急記者会見に中日アラブ外交団の団長として出席し、イスラームの名のもとに残虐行為を繰り返すテロ組織をガに例えて テロとは断固として戦わなければならないことを強調する一方で、軍事力だけではテロを根絶することはできないとの見解も表明して、アラブ諸国の友好国である日本が人道支援や経済支援を続けることが過激思想に同調することを防ぐことにつながるとの期待を述べた。2017年12月6日、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領が、 1993年のオスロ合意を筆頭とする国際的な合意を保護にしてエルサレムをイスラエルの首都と認定すると発表、それまでの歴代アメリカ政権が築いてきた公平な仲介者としての地位をかなぐり捨てて、事実上、イスラエルのみに肩入れする姿勢をあらわにした。翌7日、シアム代表は緊急記者会見を開いて、パレスチナは、 トランプ大統領の声明に断固として反対すると強く非難し、トランプ大統領の決断はパレスチナの敵対行為であり、国際法に違反する人権侵害だと断言した。2019年10月22日、皇居制電末の間で、近城陛下の即位礼聖伝の儀が取り行われ、マフムード・アッパース大統領と共に参列した。ありがとうございます。